学生時代から付き合っていた夫と、無事ゴールインした一致だが、新婚旅行から帰ってすぐに、夫の浮気が発覚してしまう。しかも相手は一致の知人。ショックを受ける一致だったが、高校時代からの親友の協力も得て、ある思い切った行動に出る。新婚早々妻を裏切った夫に、一致は復讐を果たすことができるだろうか？新婚旅行後に不倫していた夫を追い詰め、義実家に返品してやった結果。結婚してわずか1ヶ月で、夫と離婚した。理由は夫の浮気。今はどうにか立ち直ったけど、一時期は人間不信に陥って、やみそうだったよ。何があったの？詳しく教えて。ここで思う存分吐き出してくれ。スレミンたちが耳を傾ける中、自らの壮絶な体験を語り始めた一致。コメントありがとう。夫とは同じ大学で、学部も一緒だった。お互い就職しても付き合い続け、大学卒業から2年後に、自然な流れで結婚。結婚式も無事終わり、その後すぐ、新婚旅行に行った。行き先は京都。若いのに渋いねとよく言われるんだけど、私も夫もお寺巡りが好きだった。旅行中は楽しかった。写真もたくさん撮った。でも帰ってきてしばらくすると、夫の態度がどうもよそよそしい。仕事が忙しいとはいえ、残業ばかりで急な出張も多い。寝る布団は一緒だけど、毎日疲れたと言っては、一人でさっさと寝ちゃうし、休みの日は友達と遊ぶとか言って、私を置いて出かけちゃうし、新婚なのに寂しすぎる。付き合っている時は当然ながら、仲が良かった。寝る時も手を繋いでいたくらい、ラブラブだった。結婚式を挙げて、新婚旅行から帰った途端、夫が冷たくなんてあり得るのだろうかと、めちゃくちゃ悩んだ。そこで一致は、既婚の友達エイミに相談してみることに。エイミは高校時代からの付き合いで、結婚式でも、友人代表スピーチをしてくれた大親友だ。エイミによると、彼女の旦那も結婚してしばらくしたら、ちょっと冷たくなったらしい。男っていうのは結婚すると安心しきって、妻を構わなくなる傾向があるのかもね。きっと、みんなそんなもんだよ。エイミはため息をつきながら言った。優しそうに見えたエイミの旦那さえ、結婚前と結婚後は明らかに変わったという。釣った魚に餌はやらない、的な感じなのだろうか？なんだか、夢のない話だ。それにしても、夫は変わりすぎだと思った。でも、男はみんなそんなものだ、言われたら、諦めるしかない。実は私の中には、ある不安があった。それは、夫に好きな人ができたのかもしれない、ということ。でも、新婚早々、浮気なんかしないはず。私は夫を信じたかった。この際、私に何か問題があるのかと、夫にはっきり聞いてみようかとも思った。しかし相変わらず夫は、出張やら残業ばかり。話し合おうにも、二人でゆっくりできる時間もない。私は毎日悶々とした日々を過ごしていた。だが、このすぐ後に、夫が変わった原因が判明する。きっかけは、一致が先日悩み相談をしたばかりの、親友エイミからの電話だった。一致ごめん、全言撤回ね。とエイミは言う。一致の旦那が、この間女と一緒に買い物してたんだよ。エイミは隣町のスーパーで、レジ打ちのパートをしている。そこへ、夫と女が仲睦まじく買い物をしていたという。仕事中なので写真は撮れなかったみたいだけど、確かにあれは一致の夫だとエイミは断言した。さらに、女の方は見たことがあるような気がするが、はっきりとわからないという。やっぱり、黒だった。私のスマホを持つ手が震えていた。もう2回も見てるから、近いうちにまた2人で買い物に来ると思う。そしたら連絡するよ。とエイミ。私の嫌な予感は当たってしまった。それにしても、結婚式までは普通に仲良くしてて、女の影はなかったのに、何がきっかけで豹変したのか。私には思い当たる節がなく、頭の中はハテナマークでいっぱいだった。数日後、エイミが、また一致の旦那来たと電話をくれた。そしてさらに数日後には、二人が出没する曜日と時間帯を教えてくれた。どうやら夫と浮気相手は、頻繁にエイミのスーパーに買い物に来ているらしい。知り合いに遭遇しないよう、あえて、遠くのスーパーに出かけていたのだと思う。エイミが仕事中はマスクをしているせいか、夫は彼女の存在に気づいてないみたいで、堂々と女と手を繋ぎ、キャッキャキャッキャとはしゃぎながら、買い物を楽しんでいるそうだ。そのシーン、ホテルに入るとことかよりも、ある意味ショックかもしれないな。食材の買い出しをするってことはその後浮気相手の家に行くこと確定だし、いろいろ想像しちゃうかもね。ほんと、結婚したばかりの妻がいるのに、他の女と生活感丸出しのデートするって、どういう神経してるのか、呆れちゃったよ。二人の行動パターンがつかめたところで、一致はスーパーの入り口で待ち伏せすることに。正直、エイミから夫の浮気を知らされた時は気が狂いそうだった。もうどうなってもいいと思った。
でも、エイミから励まされて、私は行動に出ることにした。夫を現行犯で捕まえるのに私が選んだのは、土曜日。エイミによると、土曜日はスーパーの会員ポイントが3倍になる日だから、お客さんでごった返すらしい。だから私が急に現れても、夫は怒鳴ったり騒いだりできないだろうと私は踏んだ。タクシーでスーパーまで乗りつけ、入り口近くの柱の陰で15分ほど待っていると、案の定、夫と女は姿を現した。車から降りて談笑しながら歩く二人は、どこからどう見ても幸せそうな若夫婦。私は込み上げてくる怒りをどうにか抑え、タイミングを伺う。そして、夫と女が入り口の自動ドアに近づいてきたところで、私は二人の前に立ちはだかった。すると、わ、と夫は言葉にならない声を発し、口をポカンと開け、目をパチクリさせる。え？私の方も、思わず叫んでしまった。というのも、夫の隣にいたのが、私もよく知っている女だったからだ。ちょっと、これどういうこと？私は二人の顔を交互に見て、夫に問い詰める。夫は、いや、たまたま駐車場で会っただけだよ。と白を切ろうとしたけど、あんたたちが毎週ここに来てるのはわかってるんだよ。と私が怒鳴ると、夫はあっさりと白状した。そして、すべての謎が解けた。夫は、新婚旅行から帰って早々、浮気をしていた。いや、旅行中にすでに、心は浮気していたと言ってもいい。呆れたことに、相手の女との出会いはなんと私たちの結婚式。というか正確には出会いではなく再会で、結婚式ではなく、結婚式の二次会だった。結婚式には呼ばなくても、二次会だけに来てもらう人っているよね。親友まではいかないけど、学生時代に軽く付き合ってた友人とか、その中に、夫の浮気相手、B 子がいた。私と夫の共通の友人という扱いで。エイミが B 子を覚えていなかったのは、エイミはもともと B 子のことを知らず、結婚式の二次会で少し見たきりで、既婚者のエイミは夜遅くなる前にと、先に帰ったからだった。思い返せば夫と B 子は、大学のゼミが一緒で、結構仲良くしてた。でも私と夫が付き合い始めて、その後、B 子にも彼氏ができて、卒業してからは、一切連絡も取ってなかったはず。ところが、結婚式の二次会で再会した。B 子は、大学時代の彼氏と別れたばかりで、フリーだった。まあ、ありがちな話で、B 子は、二次会でいい男がいたら捕まえようとしてたらしいけど、まさか、狙いを定めたのが、私の夫だったとは。確かに、結婚式の二次会は、出会いの場だと聞いたことがあるよ。そこでまさかの新郎を捕獲したわけか？ B 子、節操なさすぎだろ。言い寄ってきたのは B 子からだったらしいんだけど、二人は運命の再会とばかりに、二次会の終わりに LINE を交換したようで、新婚旅行中もこそこそスマホをいじる夫に、ちょっと嫌な気分になった私が、誰と連絡取ってるの？って聞いたら、夫は、会社でちょっとトラブルがあったみたいで、上司からちょくちょくメールが来るんだよ。と言ってたけど、本当は B 子とやりとりしてたみたい。旅行中に夫が頻繁に写真を撮っていたのも、おそらく B 子のため、写真を撮るたびに、B 子に LINE で送ってたらしくて、後で強制的に夫から、スマホを取り上げて、B 子とのトークを見たとき、当時の B 子の返信には、なんだか、夫くんと一緒に旅行に行ってる気分、ハート。ってメッセージが来てた。吐き気がしたわ。夫と B 子が本格的に付き合い始めたのは、新婚旅行から戻ってきた直後だった。旅行から帰ってきた翌日に、夫が B 子に旅行のお土産を渡したいからと、居酒屋で会う約束をして、そのままホテルに合流したらしい。私には、残業って言ってたけどね、新婚旅行から帰って早速浮気って、信じられないよ。それからも夫は B 子とずるずると付き合い続け、出張、残業と私に嘘をついては、B 子とデートを重ねていた。休みの日には、こうして二人で食材を買い出しに来て、B 子のアパートで新婚生活ごっこをしてたというわけ。ここに至るまでの経緯を一通り一致に打ち明けた夫は、許しを請うような目つきで一致を見つめる。もちろん一致は容赦しない。信じられない、ゲスにも程があるわ。私が二人に向かってそうつぶやくと、夫は、B 子とは今すぐ別れるから許してくれ、と一目もはばからず土下座してきた。頼む、この通りだ。夫は、地面に頭をすりつけてくる。いやいや、こんなところで土下座されても、私はドン引きして、思わず後ずさる。通りすがりの人たちが、ぎょっとした目でこちらを見てきた。小さな子供なんか、指をさして笑っている。さすがに恥ずかしくなった私は、夫と B 子を駐車場の隅の方に誘導して、話を続けることにした。そこでも相変わらず土下座をし続けている夫に、これからどうするの？私と別れて、B 子ちゃんと夫婦になるつもり？と、夫の背中を見下ろしながら私が聞くと、それはない。と、夫は激しく首を横に振って言った。
さらに、結婚式で、みんなにお祝いしてもらったばかりなのに、もう別れたなんて知られたら、恥ずかしいだろ？と、すがるような目で私を見つめてくる。私は失望した。夫が別れたくないというのは、私が好きだからではない。本心は、周りの目が気になるだけなんだ。私は大きくため息をついて、夫に言った。さて、今日はどこに帰る？夫は、一致と家に帰る。と、子供が母親に甘えるかのように叫んだ。ふとビーコの顔を見ると、何か言いたそうな、切なそうな顔をしていたが、一言も喋らない。もういい、ひとまずこの女は放置だ。私は夫のポケットから車のキーを奪い取り、腕を引っ張って車に向かう。夫を助手席に押し込むと、私は運転席に座りハンドルを握った。まさに犯人を引っ捕らえたおまわりさんの気分だったよ。窓の外には、まるで幽霊のように恨めしそうな表情で突っ立っているビーコ。相変わらず何か言いたげにこちらを見つめていたけど、構わず私はアクセルを踏む。車の中で、夫は無言のまま、シュンとした顔をしてうつむいていた。ところが途中から異変に気づいたようで、顔を上げてキョロキョロと窓の外を見ると、あれ？家に帰るんじゃなかったの？と言って私の方を見た。帰るのよ、あなたのお家に。と、私。実は私が向かっていたのは、義実家だった。それを察した夫は、やめてくれ、親父とお袋には言わないでくれ。頼む、引き返してくれ、家に帰ろう。と泣きそうな顔で叫ぶ。でも、もう遅い。義実家は目の前だ。私は義実家の広い敷地に車を入れると、助手席でうずくまる夫を引きずり出し、玄関まで連れて行った。うとめと会うのは、結婚式以来だった。突然の息子夫婦の訪問に、うとめは驚いてたみたいだけど、基本、二人ともいい人たちなので、まずはお茶でもとリビングに通してくれた。リッチさん久しぶりね。新婚旅行は楽しかった？と止めが聞いてきて、すぐに和やかな空気になった。夫は一人、冴えない顔をしている。私が京都で撮った写真をうとめに見せたりして、しばらくは三人でワイワイ話してたんだけど、夫の様子がおかしいことに気づいたとめが、ところで、今日は何か用事があってきたの？と、いぶかしげな顔で聞いてきた。そこで私は、夫を返品しに来ました。と元気よく答える。え？ぎょとんとするうとめ。実は、新婚早々、夫は浮気してたんですよ。しかも相手は、結婚式の二次会にも来てた、大学時代の友人です。どこまで人をバカにしてるんですかね？とりあえず、息子さんが不良品ってことが分かったので、こちらにお返しします。私が一気に喋ると、とめは口をあんぐり開けておろおろ、うとは険しい顔で腕を組み、夫を睨みつけている。夫は真っ青な顔でうつむいていた。せっかく縁あって結婚したんだから、もう一度夫婦でちゃんと話し合ったらどう？とかなんとか、とめは一生懸命なだめてきたけど、私は首を横に振った。彼とは離婚させてもらいます。私はそう言って夫を実家に残し、一人で家に帰った。翌朝、夫はうとに送ってもらって帰宅。夫は家に入るなり、いっち、考え直してくれ。俺が間違ってたよ。二度とこんなことしないから許してほしい。と、目からポロポロ涙を流して訴えてきた。私はすでに夫への気持ちは冷めていたので、夫の涙はただただ鬱陶しかった。もうあんたの泣き顔は見飽きたよ。私は用意してあった離婚届を突きつけ、同時に慰謝料を請求。しばらく夫はごねてたけど、弁護士に入ってもらって無事離婚が成立し、慰謝料も一括で受け取ることができた。ただ夫は結婚式と新婚旅行で、ほとんど貯蓄を使い切ってたので、慰謝料はうとが立て替えてくれたらしい。もちろんビーコにも、きっちり慰謝料を請求してやった。新婚早々浮気されて散々な目にあったものの、二人から慰謝料を回収し、一段落ついた一致。実家に帰り、心機一転やり直そうとしていたのだが、私の方はひとまず落ち着いたんだけど、実はこの後、夫に地獄が待っていた。夫からあっけなく捨てられ、怒り狂ったビーコが、夫の職場に乗り込んだらしくて、夫が自分と浮気していた事実をぶちまけたそうだ。夫は職場では、私との離婚の原因を、性格の不一致だと言ってごまかしていたらしいんだけど、ビーコのおかげで、実は夫の浮気が原因ということが、社内全体に知れ渡ってしまった。当然、同僚からは非難の嵐、祝ってやって損した、と呆れられ、結婚式に参列してくれた同僚からは、ご祝儀を返せとまで言われる事態に。まあ、その気持ちはわかる。会社に居づらくなった夫は、自分から退職願いを提出、今は義実家に引きこもっているらしい。夫の会社に突撃したビーコは、警察が来るほどの大暴れをしてくれたようで、最終的に実家へ強制送還。結果、二人とも実家に返品完了となったわけです。お疲れ様。職場まで来て暴れるって、
B 子はよほど夫のことが好きだったのかな？ありがとう。そうなんです。B 子は大学時代に夫のことを狙ってたらしくて、私と夫が付き合い始めてからは、一旦諦めたみたいだけど、やっぱり忘れられなかったんだろうね。まさか結婚式の日に、新郎を持っていかれるとは思いませんでした。計画的に二次会に来てたと思うと恐怖しかないね。最初から旦那をそういう目で見てたんだもんな。ほんと、二次会に B 子を呼んだことを後悔してます。まあ、新婚早々浮気するような男だから、今回 B 子を呼んでなかったとしても、いずれは同じようなことが起きたのかもしれません。話を聞いてくれてありがとう。私は実家に世話になりながら、今まで通り仕事も続けています。親友のエイミも私を心配してちょくちょく連絡をくれて、友達の存在はありがたいと、今回心底実感しました。人生の門出でつまずいてしまい、しばらくトラウマが残りそうだけど、まだ若いし、頑張ります。新婚早々、夫に浮気され悩み苦しんだ一致だが、親友の力も借りつつ、夫も浮気相手もまとめて実家に返却するという、鮮やかな復讐を果たすことができた。もしもあなたに、一致のようなエネオがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。またにちゃんのスカッとすれ、一致 VS エネオシリーズを、再生リストにまとめました。様々な奇策で、ドキュン夫に復讐する一致たちの勇姿が見れるので、よかったらご覧ください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、商品に不具合や欠陥があれば返品は可能ですが、気に入らないなど自己都合の場合、お店側が返品に応じる義務はないそうです。